place is Burger Holic. It's known for its hamburgers. And salmon de koko ichiban kusai burger, Tokyo no ichiban kusai burger. It's like the smelliest burger. It's called a wash burger, like a washed cheese burger washed. It's really smelly, so I'd like to try it. It's at Burger Holic.白カビカマンベールのチーズ、はい、あれを白ワインとか海水でやってウォッシュを、そうそう、さらにうちの店で、そこから熟成させてくれる、そうそう、なので、まあ、通常のソニカってあるだけそうですね、結構、意外とウォッシュチーズを皆さん知らない人もいらっしゃるので、ウォッシュはスペルが違う、はい、ウォッシュ、そうですね、あのウォッシュでそのまま言っちゃうと、なんどんな感じですかって言われたんで、臭いバーガーですって言ってたら、そのうち臭みバーガーで、臭みロイで書いたんです。はい、皆様が浸透したので結構出てますか、出てますか、そうですね、この頃また冬寒くなると人気出てきますね、うん、暖かくなるとちょっと人気下がるんですけど、暖かい時はあの結構辛いスパイシーバーガーっていうの方が辛いだから、はい、あ、そっか、寒くなってくるとこういうチーズ、ウォッシュチーズとか、うん、あとはブルーチーズとか、うん、そういうちょっと癖のあるバーガー系が出てくる、冬に、はい、冬になってくると、うん、